原発やめて大きくシフトしなきゃいけないんです。もともと地震の住むような国でやってはいけない発電方法を国策として推し進めてきた。地元どうなるんですかってことです。補助金は継続です。だって札束で顔を叩いて過疎地域を狙っていったんですから。積極財政おっしゃってますが、例えばどういった産業に関して財政を投入していきたいか、令和さんの持ってあるビジョンをお聞かせください。以上です。ありがとうございます。まあ、成長分野を何にしていくんですかというお話だと思います。まあ、端的に言えば成長分野だらけじゃねえかよっていう話だと思うんですね。様々あるじゃねえか、それかなりざっくりだねって言われると困るので、私は新エネルギー分野、ここに対して大きくお金を入れていく必要があるだろうと思ってます。理由は何か、ものすごい莫大なマーケットだってことです。むっちゃでかい金動くでってことです。ちょっと待って、あ、ごめんごめん、居酒屋じゃないんでマイク握ってくださいすみません。新エネルギーっておっしゃってるのは環境 の、 太陽光熱とか地熱とかそういった分野のことをおっしゃってるんですか。さまざまなものですね。実際に、使えるであろうものを、当然今スタンダードになっているものも含めて、でこれから期待されるものも含めて投資をしていくべきだという考え方、その理由をお話ししますってことです。はい、お願いします。 IEA、国際エネルギー機関というところのお話によると、まあ、これ脱炭素っていう方向に今向かってますよね。2030年に、石炭火力全廃、2050年までに 100% の自然エネルギーって方向に向かってるっていう、ここに対して日本も約束しますってことを言っちゃってるんですね。だからそっちの方向に向かわざるを得ないんですよ。世界中がそっちの方向に向かってんで。で、一方で年間でどれぐらいのお金がその新エネ市場に回っていくかってことです。これ当然、これは新しいものの開発であったりとか、さまざまいろんなところに労働が生まれたりとか、その市場に対してどれぐらいのお金が1年間に流れるかって言ったら450兆円規模なんですよ。450兆円から500兆円ぐらいの規模を2030年ピークに、そこからまた続いていくっていう莫大なマーケットなんですよ。で、日本何してるかって言ったら原発にこだわり続けてるんです。原発にこだわった結果どうなったかって言ったら、1990年代の前半ぐらいまではおそらく日本の企業も例えば一部自然エネに対して影響力があったはず。でもそれが続かなかったのは何って言ったら、自然エネに対して国が力を注いでこなかったから、応援してこなかったから、大々的に一番大事にしたのが原発だったってことです。結果どうなったかって言ったら、もう完全斜陽ですよ、原発は。で、今日本側がこれを2030年までに石炭火力をやめ、そして2050年には 100% 自然エネっつってる中には、じゃあその先頭を走ってる人たちから買わしてもらうっていう考え方ですかね。先頭走ってるの誰って言ったらヨーロッパと中国ですよ。これだけのマーケットに対してお客さんでいるつもりですかっていう話なんです。つまり何か、原発やめて大きくシフトしなきゃいけないんです。つなぎは火力、エネルギーは足りてる、火力でいける、当然です。天然ガス使っていくしかない。そこに目詰まりが起こるんだったら石炭も辞さないというような安定供給、電力の安定供給を一番考えなきゃいけない。もちろんその2030年に石炭火力全廃で、2050年に自然エネ 100% は守りますと、その方向性で私は舵を切っていく必要があると思ってます。とにかく、様々な分野に対して、エネルギー分野、新エネ分野に対して年間450兆円規模、500兆円規模のお金が流れ込むんだったら、ここ育てていくってやるべきだと私は思ってます。そういうこと。じゃあ一方で原発に対してはどうするんだ、そんなものお前すぐやめるなんて無理だろって話なんですけど、やめなきゃいけないっていうちょっと理由話しますね。やめなきゃいけないのは地震です。大きな地震、耐えられないんですよ。耐えられない規模がこれから来るってことを分かってるのが政府。30年間8割の確率で大きな地震がやってくると政府は予測してますということです。はい、でかいので首都圏直下、建物とかインフラ、水道管とかいろんなものが破壊されます。首都圏直下でお金にしてどれぐらいですか。 47.4 兆円、イメージ湧かないですよね。でもかなり壊滅的な状況が訪れる、金額じゃ分かんないんで規模で、首都圏直下地震東日本の3倍、阪神大震災の5倍、そのレベルのものが直撃して、首都圏周辺にあるような核施設は安全を保てるかって、保てるわけないでしょ。でね、この首都圏直下に関してどれぐらいの経済的影響を受けるか、20年間で試算した場合に731兆円、もう超膨大です。とんでもない規模の地震がやってくるってことを想定に、原発をどうするのかってことは早く手を打たなきゃいけない。もっとでかいものがある、南海トラフ、太平洋沿岸広域にわたってってことなんですけど、内閣府の、推定では建物インフラ、そういうものの直接被害171兆円、
規模ですると東日本大震災の10倍、阪神大震災の17倍、これに耐えられる原発がある、そう思われる方どれぐらいいらっしゃいますかね。もうやけくその人しか手挙げられませんよ、こんなの。はっきり言えばこの状態になった時に何が心配されるか、もう一個いきましょうか。はい、20年間の経済的損失は1410兆円。もう意味わかりませんね。もうこの規模だけでもうやっちゃいけないってことわかると思うんですよ。私は一刻も早く燃料を抜き出し、安全な場所で冷やし続けるとかっていうことをやるべきだろうなっていうふうに思ってます。即時でやらなきゃいけない。だっていつ来るかわかんないんだもん。30年8割っつったって28年目かもしんないし、3年目かもしんないんですよ。それぐらいの軸なんです。そう考えたらすぐにやらなきゃいけないこと、そう思ってます。でね、どうしてこれだけの規模のものが来たらやばいかっつったら、一箇所一地域だけの事故とは限らないんですよ。複数地域の原発で事故が起こる可能性まで考えなきゃいけないんです。最悪の事態を想定しなきゃ、それが政治なんですもんね。福島の東電原発一つの地域で3メルトダウンっていう状況が現在の状況、メルトスルー。で、あれどうやったら収束するかわからないんですよ。やり方わかんないんです。水かけ続けるしかないんです。おそらく数百年単位であれは修復していくべきものだろうと、フィックスしていくべきだろうと、収束させるべきものだろうと。でもあのレベルの事故が数箇所で起こったとしたら、あれだけ甚大な被害が起こると言われているものの、並行して核災害なんて持てるわけないでしょ。これどうしようもなくなりますよ。で、助けに行けなかったんですよ、東電原発の事故の時には。その核が漏れたという状況の中で救出に行けなかった人たちいっぱいいるんですよね。複数地域でそれも同時に起こる、これ両立できるもんですかって。私無理だと思いますよ。だとしたらもう方向転換するしかない。もともと地震の巣のような国でやってはいけない発電方法を国策として推し進めてきた、そういう話なんですね。一方で原発やめるんだったら地元どうなるんですかってことですけど、そりゃ継続せなあかんわ。補助金は継続です。だって札束で顔を叩いて過疎地域を狙っていったんですから。で、地元の方々には都会を支えるためにお願いしますということで、日本の経済発展のために力を貸してくれた方々なんだから、当然次の産業がちゃんと根付いて、で、それで回っていくようになるまで、これは補助金は継続する方向にしなきゃいけない、当然ですよね。で、その産業に対して何が一番適しているのかってことも含めて、国が主体的に地元と話し合いをしていきながら責任を持つ、雇用は絶対守るってことがセットにならなきゃ、これ原発やめるなんてできないんですよね。原発が再稼働されます、事故後初めての再稼働ですみたいな時に、初めてか2番目か忘れましたけれども、福井県の大井原発、訪れて、で、その町の議会、その再稼働に関しての何か議論されているところに行きました。2012年か13年かで、町の、その議長、その町議会の議長に直接お会いできるっていう、そういう時間を作ってくださったんです。で、いきなり聞いたんです。議長、原発どうやってやめたらいいですかって、どうやったらやめられますかって聞いたら、そうやな、金やな、金やなって言ってました。そりゃそうや、綺麗事じゃないんだよって、なりわいそのものなんだよって、それをちゃんと担保できるかどうかっていう話。それ出せんの誰って言ったら、もう国しかいない。だって国策でやってきたんだもん。そりゃそうですよね。私そう思ってます。話を戻ると、ビジネスチャンス、これを逃しちゃいけない、それが1点。もう一つは、原発をやめるということは生命財産を守るためには絶対的に必要、そのための代替のエネルギーはすでにある、火力が厳しい、火力の、施設が厳しいっていうんだったら、とっととリプレイスやっていくべきなんです。新しいものを建てなきゃいけない。当然原発を作るよりももっと早い時間でできますからね。リードタイムも非常に短いってこと。それを考えたとしたら、さっさとやらなきゃいけないことをやってこなかった。なぜか電力が足りないとかいろんなことを言いながら原発を再稼働させたり新規を作るっていう思惑があるからなんですよ。だから電力の計画自体が間違ってるってことですね。すいません、新しい分野というよりも成長分野は何だって言ったら、あまだございますと。その中でも、特に一番分かりやすいところで説明をさせてもらいました。